ガチゴー、おいじくよよ、はい、塾長よろしくお願いします。はい、どうも塾長でございます。あれ、なんか時間が合ってるんじゃないの？そうですね、はい。何時ぐらい、そっち？今午後 の、 あの1時40分ぐらいですね。ああ、同じぐらいですね。はい、珍しいね。すいません。今日本って何、夜中なの？じゃあ、そうですね、日本は夜中ですね。あ、夜中なのね、珍しい。日本が夜中で、うん、そうですね、夜中ってか朝でしょ。早朝ですね。はい、早朝だよね、はい、まだあの日が昇ってない感じだね。おっしゃるとおりですね。そんな感じ、はい、はい、なるほど。で、温度か、温度はね、今日暑い。もうダメだね、暑くて。あと暑いって言うとみんな嫌がれちゃうね。22か。暑いですか？いや、暑い暑い、うん、ま、気持ちよさそうですね。そうそう、今日はこっちはあの13度ですね。悪くないね。そうですね、22ってなると暑いよ、やっぱり。あ、そうなんですね。うん、ちょっと長袖無理だもんね、もうね。半袖って感じですか？うん、そう、半袖半パンって感じだもんね。感じかな。はい、じゃあ今日は行ってみようか。はい、ありがとうございます。今回はですね、2021年、今現在なんですけれども、今後こう、うん、マイルの価値がですね、果たして上がっていくのか下がっていくのかっていうところで、皆さん今マイルを使うのかどうなのかっていうところを悩んでるみたいなんですけれども、うん、ちょっと実証的にどうなのかなっていうところですね、うん、今日伺えればなというふうに思っております。なるほど、やばいね。それやばいけど、どういうことですか？いや、もうみんな分かんないの？いや、ちょっとそうですね、分かんないのって言われると、すみません、分かんないってしかちょっと答えない。分かんない。まあ、そう、まあ、いわゆるインフレ状態だよね。マイレージインフレですか？マイルインフレ、そう。マイルインフレで、はい。そうそう、だから要するに、マイルの価値がどんどんなくなってるってこと。はい、あ、やっぱそうなんですね。めちゃくちゃ下がってる。うん、はい、いや、見た目は下がってないんだけど。あ、なるほど。だから、あるとこまで行ったら、ドカーンと爆発するかもしれない。ドカーンと。世界的にもう積み上がってるもん、はい、世界的によ、日本だけじゃないから、はいはい、世界的にマイルが積み上がっちゃって、どうしようもなんないね。だって普通だったらクレジットカードで使うじゃない。でクレジットカードで使ったらマイルもらえるじゃない、はい、でその間に ANA のカードだったりすると ANA が少しお金もらってるわけよ。それ、はい、それガン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 ただもらいしてんだよね今 ANA が。あ、はい、うん、いや ANA だけじゃない、航空会社だね、じゃない、はい、うん、ってことは彼らは先もらいしちゃってんだよね、はい、で僕ら使えないんだよ。なるほど、うん、そういう状況で、はい、じゃあ使おうっていうことで使うわけじゃない、はい、マイルを、はい、マイルどこ空いてるかなって見るじゃない、はい、空いてない。あ、そうなんですか？そう、例えば300席あって、僕の経験だと30席しか埋まってなくても空いてない。それでも空いてないんですか？そう、でやっぱ僕ごねるじゃん、はい、いくらなんでもさ、それないでしょって言うわけですよ、はいはい、で、あの、やっぱり日本っていうのは遅れてるんだよね、いろんな面でね。特に ANA さんが今まで走って先を走ってたんだけど、ジャルさんのね、はいはい、そうそう、追い越された感はあるよね。あ、そうですか、うん、これはやっぱり勢いがついてる会社と勢いがついてない会社の違いだよね、はい、うん、いろんな部分でジャルさんの方が今先手打ってきてるもんね。そうなんですね、うん、で今ほらマイル ANA さんのマイルの方もまたこけたっていうか、出してマイルキャンペーンとか500万使えよとかいろいろやったじゃない。で、はい、その後に結局半分マイル、いや全部にあげるよってことになっちゃったじゃない、はい、でもこけたんだよね。やる人がいなかったんですかね。いや、不評だったんだよ、やっぱり。なるほど、うん、そう、やる人がいるかいないかっていうのはこれから分かることで。そうですよね、まあ、始まってはいるんだけど、もうなんじゃこりゃってことになったので、うん、でまたあれしちゃったんだけど、はい、困っちゃったね。そんな感じなんですね、うん、いや、まあ、ディスってもしょうがないから、はい、マイルに関して言うと世界的に積み上がってるから、はい、ANA さん自体の問題じゃない。うん、なるほど、うん、はい、ただやっぱり僕だったらこの時期、はい、こういう時期ガラガラなわけじゃん、飛行機が、はいはい、まあ、ただね、3月4月はそうでもなかったのよ、国際線。あ、ということは結構乗られ方多かったってことですか？うん、3月末と4月頭は乗れなかったよね、はい、飛行機乗れなかった。結構そうそう、パンパンで、はいはい、うん、これは海外から駐在員が帰ったり、はい、帰国の時、はい、これでやっぱ取れなかったね。うん、うん、そういう事件やっぱりあったりして、まあ、それにしたとしても前後でパンパンなわけじゃないっていうのは分かるじゃない、はい、そしたらやっぱりあの特典枠開けないと、はい、うん、だってほら空で飛ばしてるわけじゃない。そうですね、空っていうのは座席に何も座らずに空気運んでるわけじゃない、はい、そしたらやっぱ特典の枠開けないとダメだよね。うん、うん、特にこういう時期にマイルばっかりどん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 クレジットカードで僕ら溜まっていくわけじゃない、で使う機会がないわけだから、はい、使おうとしてる人に対しては、はい、やっぱりマイルの席は埋まってますとかっていうのやめた方がいいね。いま、うんうん、だにしょっちゅう言われるもん、マイル使おうとすると、うん、うん、あ、ダメですって。
いっぱいですって、はい、でアップグレードもいっぱいですって、お前アップグレードもいっぱいですってガラガラじゃないかよってこと言いたいんだけど、うんうん、ちょっと噛み合ってないかもしれないそこは、ね、うん、なるほど、うん、せっかくこういう時期なんだから噛み合わせてもらいたいね、はい、うん、そのルールがっていうのは分かるんだけど、はい、もうマイルで乗ろうとしてる人にどんどん乗らせてあげた方がいいんじゃないの、はい、うん、空なんだから、はい、そうですよね、それがさ8割埋まってるとかそういう話だったら全然違うのよ、はい、うん、そしたらただ今1割か2割しか埋まってないわけじゃない、そうですねそしたらいいでしょっていう感覚あるね、うん、うん、そしてしかも積み上がってるじゃんマイルが、はい、で使うとこがないじゃない、はい、うん、でどっかの航空会社がパンクしたら一撃じゃないこれ、うん、なんとなくそんな感じするね、はい、うん、今週が ANA さんがバージンアトランティックかなワンウェイのチケットを受け付けるって書いてたからマイルで、はい、うん、まあ、何言ってるかっていうとバージンアトランティックの人のマイルで、はい、ANA さんの座席を、はい、ワンウェイのチケットでも発券するよという、はい、そういう意味ね、はい、うん、あの今まで特典航空券だとワンウェイっていうのはやってないんだけどワンウェイでも買えると、しかも他社のやつでしょ、はい、他社マイルでしょ、はい、他社マイルをわざわざ ANA さん使わせてあげてるよ、大丈夫、自社マイルのやつは使わせてくれないけどなんか怖いよね、はい、うん、まああとラウンジの噂とかも出てるから、はい、テストではやるって言ってるけど、まあ結局プライオリティパスに使わせるという大韓航空、はい、大韓航空 の、 あのラウンジってプライオリティパス使えるじゃん、まああれを、まあ、真似したってわけじゃないけど ANA さんのラウンジ使わせる、今まで激込みだったのにまた使わせるみたいな、はい、うん、でまあ一時的テストとは言ってるけど、うん、なんかちょっと苦しいよねだって今ただでさえさその ANA ラウンジって開いてないわけじゃない、はい、おっしゃる通りですね、閉まってるのにもう閉まってるやつを何とかしてあの金にして使おうっていうそういう感覚、うん、うん、まあでも分かるよ、はい、しょうがないこれ、ね、ちょっと明るい話はできなくて申し訳ないんだけど、はい、うん、まあ、その分ただ CA さんとか頑張ってるよね、そうですよね、うん、CA さんとかもう引き続け応援したいね僕はね、はい、うんうん、まあただその今苦しいかしょうがないか、はい、うんうん、ただ苦しい苦しいって言っても僕ら消費者もさ、はい、守んなきゃいけないじゃん自分の身をやっぱりそうですね、はい、だって何百万マイルとかもう溜まっちゃってんだもんみんな、はいはい、人によっては何十万マイルだと思うんだけど、はい、普通のマイルの溜まった数じゃないもんね、そうですよね、うん、やっぱ使わせてもらわなきゃダメだし、はい、で使えなくてもできるだけ積極的にスカイコインで買っていくっていう形にした方がいいねこの時期でもね、なるほど、うん、でまあコロナだから1年間っていう有効期限も延長してくれるから、はい、まずあれだね、うん、できるだけ早めにチケットに変えた方がいいかもしれない、はい、なるほど、そんな感覚はあるよね、はい、なるほど、うんうん、あとほらもうコロナが明けるから、はい、どうも日本は全然明けるって感覚じゃないみたいなんだけど、はい、もう僕こっちの方はもうコロナないから基本的にもう パーティー OK だし、はい、あ、そうなんですね、であの、うん、国際線でも国内線でも、はい、ワクチンやった人はもう検査なしで乗っていいですよっていう、それはそういう許可が出たんですよ、はい、うん、2,3 日前かな出た、はい、許可が出たから、はい、あの国が OK したわけで、はい、ガンガン乗ってよというそういうことなんだよね、はい、うん、でもワクチン打ってる人がもう相当数いるし、はい、うん、あコロナの、あ、感染者ですかね、そう感染者数が上がろうにも上がらないね、うん、65歳以上のワクチンを打った時点終わった時点で、はい、感染が広がるのがピタッと止まったね、あ、そうなんですね、うん、やっぱ分かってるんだね全部ね、はい、うん、65歳以上の人にとりあえずワクチン先に打っとけば収まるみたいな、それはすごいですね、うん、それは65歳の人が死にやすいからとかっていうのもあるとは思うんだけど、それ以上にこういう言い方したら悪いんだろうけどやっぱり免疫の弱い人たちクラスターになりやすいかもしれない、はい、確かにそうです、だからあの老人ホームとかさああいうとこすごかったじゃん、はいはい、あれやっぱおじいちゃんとかおばあちゃんっていうのは免疫ないから一回入っちゃったらウイルスが体の中で増えちゃうんだよね、はい、うん、だからちょっともうディスっちゃうから言いにくいんだけど、はい、まずその振り回って歩いてるなんていうのかねこうね、分かる、分かります、うん、そういう感じになっちゃうわけですよ、はい、おじいちゃんおばあちゃんが、はい、うん、それはやっぱあったんだと思うんだよね、うん、なるほど、それがなくなってもうコロナなんてあるのみたいな感じだよ今そ
そんなムードなんですね。うん、だって飛行機乗っていいってなったらやっぱね、それはすごいですね、うん、国が許可出してるから、はい、でワクチン打った人はもう PCR 検査もいいよみたいな感じしてるから、はい、うん、ただ行った先の国が必要だったらやらなきゃダメよって、それは当たり前だよね。それはダメだけど、あのアメリカに帰ってくる分にはもう何でもいいよみたいな感じになってる今、はいはい、うん、初めから厳しくなかったんだけどね、はい、うん、やっぱワクチン競争で勝ったってことだね、はい、うんうん、日本はまだ始まってないから、はい、僕らの場合は12月去年から始まってるから、はい、そう考えると政府の関係者が打ち始めたのは11月後半ぐらいからだから、はい、今日本の首相が打ったぐらいでしょ。そうですね、半年近く遅れてるから、その後じゃあ来年かな、ポコ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 空いてるもんね、打つ場所があるんだよね、いろんな、はい、うん、日本はもうパンパンだもんね、今取れないもんね、はい、うん、どうかな、1年ぐらいかかんじゃないの日本、はい、うん、そうすると、まあ、その65歳以上に速攻打ちしてオリンピックにギリ間に合う、はい、そんな感じじゃない、もうやっぱきつそうだよね、はい、見ると、うん、もう上がってきちゃってるもんね、はい、うん、まあ、そんな感じで、あれだね、はい、そうですね、前の価値だよね、今下がってるね、かなり、はい、でなるべく早めに、そうだな、ちょっと怖いから、はい、いや言わないでよ気になります、うんうん、僕はカード会社に全部貯めてある。あ、そうなんですね。そう、自動で送られちゃうじゃん、 ANA さんに、はい、うん、そうじゃなくてカード会社に全部貯めちゃってるもん。ああ、じゃあ変えてないということですね。そうそうそう、はい、でカード会社の特典とかも受けられるようにしてる。はい、ああ、なるほど。僕はそういうふうにしてるね、はい、ANA さんに変えるのはいつでもできるわけじゃん、はい、うん、変えないで置いてるずっと、はい、うん、だって買えないで置いてたって僕の場合ほら乗るじゃん。そうですね、だから相当溜まっちゃうから、はい、うん、ああなるほど、うん、一番いいのはカード会社に貯めておく。はい、ちょっと今様子見ていうことですね。そう、カード会社がおかしいことにならないから多分、はい、うん、だからまあそういうふうにしてるよ今。なるほど。噂によってはあのマイルが全部なくなるみたいな話をしてるじゃない、はい、もし仮に会社が変なことになったら、はい、マイルが全部なくなるっていうけど、JAL さんの時全然それはなかったから、はい、そしたら政府としても ANA さんの時にそれをやるわけにいかないじゃない。はい、そうですね、うん、それは平等じゃないから、はい、マイルがなくなるっていうのはないと思う、はいはい、ただ価値が下がる可能性はある、はい、これ今までアメリカ系の航空会社は何度もやってきてるから、はい、うん、例えばあの価値が下がるってのはどういうことですかっていうことね、いわゆるインフレで、はい、今まで、うん、例えばハワイに行くのに4万とか5万だったとするじゃない、はいはい、それが10万とか言われたら半分になるわけじゃん、はい、価値が、そうですね、はい、うん、そういう可能性はある、うん、なるほど。それはアメリカの航空会社何度もやってきてるから、はい、だから僕らが貯めてるものはもしかしたら半分ぐらいになる可能性っていうのは常にあるってこと、はいはい、別に今回がどうのこうのってことじゃなくてね、でもまあ今回こういう時期だからしょうがないかなっていう感じはするんだけど、そしたらやっぱり、はい、うん、そう変えないで貯めておくのが一番いいって、はい、うん、なるほど。別にこれアメリカの場合ひどくてさ、はい、日本の場合だったら3ヶ月ぐらい前からこの路線は10万マイルにしますとか2倍にしますとか言うじゃない、はいはい、アメリカの場合突然翌日だからね翌日ですかもうだってみんな一気に買えるの分かるじゃん、はい、もし10万マイルになりますとかって言ったら、ね、はい、翌日だもんね、もう待ったなしですよそれあったからね前、はい、昔、まあ、一応昔今までそういうのがあったっていうのはね、みんなに一応教えておきますよ、はい、分かりました。すれば、まあ、どういう対策すればいいのかって分かると思って、はい、うん、逆にあれですかね、塾長も今スカイコインだったりとか有効期限で使わなければいけなくて困ってる人っていうのは、うん、どうす、うん、スカイコインの方が安全じゃないの？安全ですか、ね、マイルより、うん、はい、なんかそんな感じはする、はい、スカイコインっていうともうお金と同じような扱いになってるから。そうですよね、うん、ただあの前回 JAL さんがあの1回潰れちゃった時に、はいはい、その頃って eJAL ポイントとかスカイコインってなかったのよ、はい、だから分かんないこの扱いは、はい、マイルはあったから潰れた時に、はい、マイルは保証しますよってなったわけじゃない、はいはい、ところが eJAL ポイントとスカイコインを保証するっていうのは今まで長い歴史の中でなかったわけだから、はい、うん、そうするとこれを保証するかどうかは僕は分かんない。あ、そうですよね。そしたらマイルの方が安全だっていう考えなのかもしれないね。そうですよね、うん、うんうん、だからその辺も考えておいた方がいいかもしれないね。なるほど、うん、まあ、倒産するってことはまあうん、分かんないないとも言えないしあるとも言えないから、はい、一応みんなその辺はあれじゃない、バックアップしといてもいいんじゃないの。なるほど、そうですよ、ね、うんうん、最悪の場合を想定してね。塾長的に来年のチケット保有っていうのはおすすめですかね、うん、来年の分を今発券してそっちに変えておくっていう。
いや、かなりいいと思うよ。あ、そうですかね。かなり有効だよね。末秋以降のチケットっていうのはバンバン入れてった方がいいかもしれない。はい、なるほど。ただ購入してから1年2年とか、チケットのブッキングした最初の日付から1年とかいろいろあるから、はい、ルール、ね、規則がね、はい、そうそう、その規則だけ見て切れないように買っていかなきゃいけない、はいはい、そうですよね、うんうん、でもまあ最初の物件から1年だったかな。そうするとまあ全然いいかな、はい、うん、来年の分やってったら。そうですね、今はそう、ガンガン入れてった方がいいよそれは。なるほど、うん、一応チケットに変わればイアタが保証すると思うから。はい、イアタって IATA、はい、あの、うん、国際なんとか航空機構の元で発券するわけだから、はい、おそらく保証してくれると思うんだよね。はい、なるほど、うん、それはいいかなと思う。はい、うん、はい、はい、わかりました。あの、はい、というわけでですね、今回のビデオのお話を聞いて、少しでもですね、何か学べたよって方は、うん、ぜひいいねマークですね、ワンツースリーと、押していただければなというふうに思っております。というわけで今回実況も貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガチンコマイ塾、最後までガチンコマイ塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。